新入生の皆さん、はじめまして。これから東大ヤングの説明を始めたいと思います。東大ヤングで女子リーダーをやっています。文化構想学部3年の浦島奈美です。東大ヤングで副幹事長をやっています。小学部3年の長谷川大地です。お願いします。今日説明する内容はこちらの5つになります。まず最初に基本情報について、東大ヤングは早稲田大学公認のテニスサークルで、構成メンバーが男子が早稲田大学、女子が早稲田日本女子学習院女子の3つの大学から構成されています。また男女比は1対1で、女子の大学比も1対1となっています。1学年の人数は大体30人で、全体では120人の中規模サークルです。そして、早稲田大学低弓道公開連盟、通称12代という連盟に所属しています。ヤングの魅力、ヤングを一言で表すと、テニスと遊びと最高の仲間ということで、こちらを一つずつ説明すると、まずヤングの魅力3つ。一つ目がテニスを全力で楽しめること。そして思い出に残る熱い企画があること。最後に一生ものの仲間に出会えるところです。最初にテニスについてなんですが、ヤングのテニスのレベルは、毎年総12代という連盟で団体戦を行っておりまして、そこで2位を獲得しているテニスが強いサークルだと言います。そして、ヤングのテニスの通常練習については、月曜日から金曜日の平日週5回1時から5時の間で開催されていて、みんな全休や授業が午前中で終わる暇な曜日に好きな時に好きなだけ参加できる形になっています。練習はレベル別なので、初心者の方はビギナー用の面を設けていて、そこで安心してテニスを練習することができます。そして経験者の方でテニスをたくさんしたいよっていう方は、上手い人同士で思い切りテニスもできます。さらに前期後期ともにナイター練を開催しているので、授業が忙しい理系の方でも夜に皆さん、サークルにみんなでテニスを楽しむことができます。練習場所は木場公園や舎人公園、田無、佐礼恩賜公園など、早稲田からだいたい30分ぐらいで行けるところが多いです。続いては、テニス以外の話をしたいと思います。まず企画について説明します。全体企画がヤングは月1で行われています。カレー作り対決をしたり、運動会をしたり、川企画をしたりと、先輩後輩同期とも仲良くなるチャンスなので、ぜひご参加ください。続いて合宿の説明について始めます。合宿は年に4回予定されています。合宿ではテニスや企画がたくさんあるので、同期先輩後輩全員ともっと深く仲良くできるチャンスなので、ぜひご参加ください。もちろん途中参加途中退出も自由なので参加しやすいと思います。最後に次に個人企画がたくさんあるっていうのも魅力です。ドライブやディズニー、富士急、スノボなど、先輩後輩同期かかわらず、様々なところに行って大学生活を満喫できると思います。次に飲み会について説明します。テニスサークルって言ったら結構飲み会が怖いとか思う人が多いと思うんですけども、ヤングは強制飲みや交流一揆などをやっていないので、楽しく飲み会に参加できると思います。最後に新刊スケジュールについて説明します。来週の11日から15日に15時から17時の間で練習会を行っています。また繰り返しになるんですが、ヤングの魅力はテニスが強くてたくさんできることと、企画も全力で、遊びもテニスもどちらも楽しめることなので、練習会に来ていただいてその雰囲気をぜひ知っていただけたらなと思います。参加希望はこの SNS の DM から送っていただければ大丈夫なので、ぜひフォローもお願いします。以上で終わります。ありがとうございました。